テニススクールにあったらいいストリング10選。はい、自己肯定感を上げるテニスコーチ加藤です。今回もよろしくお願いします。まあ、今回は、まあ、こうテニススクールに通われているお客様、対象にですね、テニススクールにあったらいいなっていうストリング、ベスト10を、ご紹介していきたいと思います。まあ、もうご存知の方も多いと思うんですけども、癒着と言っちゃダメなんですけど、まあ、まあ各テニススクールさんね、いろいろこうね、こうなんだろう、谷町、パトロンなんていうかね、まあ、その出資してくれて、たくさんこうね、こういろいろと提供してくれてるメーカーさんのストリングをこう基本的には多く取り扱う、はい、ことが多いんですけども、そういうのを全部フラットにして、僕が個人的にこの10個置きたいなっていうのをご紹介差し上げたいと思います。まあ、あの個人的な意見なんで、ご参考いただければと思うんですけども、まあ、あれですよね、いろいろ大変なんですよ。で、現場のコーチはね、結構これ入れたいあれ入れたいするんですけど、スクール大きくなればなるほど、臨機書通ってる間に半年くらい、今日例えば10月発売のが半年後にしか承認されないとか結構あるんですね。まあ、在庫を抱える問題とか、まあ、そういうのもあってですね、なかなかですね、多数ラインナップできない、いろんなメーカーさんも取り扱えるんですけど、もし10個、ご案内できるとしたらどれがいいかというですね、まあ、結構こう現場単位、現場主導のスクールさんに切り替わっているところも多いと思いますので、まあ、そういったところでですね、現場の責任で取り扱えるようになったらこれがいいのかなっていうのをお伝えします。よろしければご参考ください。その理由も説明します。はい、でまず一つ目いってみましょう。まあ一番初めですね、はい、ゴーセンさんのミクロスーパーです。まあこれなんでかっていうと、ある程度テニスこう始めたばっかりとか、もう何でもいいやって方にいきなりですね、ちゃんとしたガットの説明をしたところでやっぱりこう伝わらない部分が多いんですね。でもとりあえずなんか安いの貼ってって言われた時に、まず案内できるのがミクロスーパー。まあどこでもこの一番低価格帯のストリングってどのメーカーさんもあると思うんですけども、やっぱりミクロスーパーさんね、ゴーセンさん老舗なので、あと一番間違わないです、その安い価格帯のストリングで。でまあそれを貼っていただいて、あ、じゃあ今度はこういうストリングにしませんか、これにしませんかっていった意味でですね、僕はミクロスーパー、あると良いと思います。はい、で次行きましょう。次ですね、はい、次AK プロです。でゴーセンさんのこの AK プロって、まあゴーセンさんね、あとはそのテックガットとか、まあいろいろとこうね、優れたガットあると思うんですけども、まあミクロスーパー打っててこう強くボールを打ちたいとか、他のストリング打っててもなんかこうもうちょい安い価格帯のストリングを打ってて、もうちょいボールを潰していきたい、強いボールを打っていきたいって方はですね、この AK プロ反発力にも長けてますし、はい、強いボールを打っていくコツをつかみやすいストリングだと思いますので、こちら僕、まずね1個目ミクロスーパー、2個目、はい、AK プロといった形で、置いていきますかね。はい、で、3番目です。3番目ははい、テクニファイバーさんのバイフェーズです。まあ、ちょっと段階を踏んでと思ったんですけども、まあ、大体 AK プロ打ってて、ね、こう次こだわっていこうと思った方に、やっぱ打球感もちょっとね、こうちゃんとしたのが欲しいっていう方ですね、僕バイフェーズで、バイフェーズの124ですね、124をまずは、まあ、118もあればいいんですけどね、まあ、スクールさんがいっぱいこう置けなかった場合、ね、124おすすめします。そうすると正しい打球感と、正しい反発力、一番こうナイロンでクオリティが高いストリングになりますね。まあ、僕結構これを進めて、いきますね。そうしていくと次ポリにも移動しやすくなるし、ね、ポリじゃなくて、ね、このままナイロンマルチでいきたいんだったら、バイフェーズのこう太いゲージをこう進めるように、していきますので、まあ、この3番目にバイフェーズをお勧めしたいストリングです。で次です。とはいえ、やっぱりちょっとコスパがね、コストパフォーマンスが悪いと、そういった場合ですね、はい、こちらです。はい、取り扱えるか扱えないかは別として、はい、マイクロナイトですね。はい、シグナムプロさんのマイクロナイト、まあ、だからバイフェーズちょっとねコスパが悪いからね、ちょっともうちょっと下げたいっていう方は、僕はマイクロナイトをおすすめします。で、マイクロナイトはやっぱり何がいいかって、スイングが遅い方でもしっかりボールね捉えることもできますし、強く振っていくことを、強く振られる方でも、はい、打球感と反発力高いレベルで実現されていきますので、そういった意味ではね、マイクロナイト、僕はおすすめです。結構ハイブリッドにもねしていきやすくなりますので、はい、まあ、バイフェーズマイクロナイトはね、こうハイブリッドにしていっても、違和感なく、スイングロス、落としていけると思いますので、僕個人的には
こちらおすすめ、していきます。で次行ってみましょう。5つ目ですね。まあ5つ目はまあこうある程度ねこう打っていけるようになって、スイングもそこそこ強いボールが打てていけるようになってきた、そういった方にですねちょっと進めていきたいのは、まあ、まずはこうポリをこう進めていこうと考えるんですけども、まあ、ポリでもこうやっぱ、ね、いきなり硬いのを使っちゃうとやっぱ腕に衝撃がね来たり、結局ポリってなんかどうしても硬いとか悪い、ね、なんか強い人とか上手い人しか使えないってイメージがあるんですが、実はそうでもなくて、正しいスイングをしていれば、ね、女性の方でも、非力なジュニアの方でも、ね、使っていきますので、ね、こちらです。はい、2つあったんですけど、まずはね、はい、イソスピードのプロフェッショナル、まあ、これはまあ、マルチポリマルチです。一応ポリに分類されるんですけども、まあ、硬いポリと、まあ、ナイロンマルチのアイノコみたいなイメージで、考えていただければと思います。だからガットがパチパチ切れる方とかはこのイソスピードの、はい、プロフェッショナル、おすすめします。まあ、コントロールが130のゲージなんですけど、基本的に、スクールに通われている中級者レベル前後のお客様ってあんまりガットも切れたり酔えたりしないんですよ。なのであんまこう太いゲージをこう進めていくのは個人的には好きではなくて、ある程度その17って表記され 1.25 か 1.25 以下のストリングで揺れた、よれたり切れたり削れたりが激しくなってきたら太いのを進めていかないと、もちろんこのパチンってね当てて終わってしまうスイングになってヘッドが回らなくなりますので、僕基本的に、ここはね徹底しています。で6つ目です。で6つ目別にイソスピードのプロフェッショナルじゃなくても良かったりするんですね。人によっては結構ある程度強いボール打ててるし、あそしたらと思った時は、はい、やはりこちらですね、ハイパー G の115ですね。特にやっぱ女性のプレイヤーの方ってある程度スイングできるようになってくると、こうスピンの技術はね男性よりもやっぱりこう習得の時間にこうね費やすことが多いんですけども、やっぱ引っかかりが良くてボールがしっかり飛んでくるんで、115って腕に負担がないんですよね。だからしっかり強く潰していく時にはやはりこのハイパー G の115ですね、こちらでしよれる切れるになるまではこれを使っていかれるといいとね思いますね。125120もねこうまあまあいろんな大人の事情でね置けなかった場合にやっぱ115っていうのが、はい、だってコーチで 1.25 張ってますからね、それよりもまだまだこう成長、ね、していかれる方はやっぱ細いのものから試していかれる方がちゃんとしたスイング身につくと思います。特にねここまで触れてもここからねストローク差もここが回る人って少ないので、そういった意味では細いゲージをおすすめします。なのでハイパー G の115が、僕ですねおすすめです。で、これも、まあ、ハイパー G 打ってってちょっとなんかこうボールが抜けていくなとか、もっとボール潰したいなって方はですね、こちらです、ツアーバイトの120です。でツアーバイトの120、なぜ125じゃないかというと、120って結構ね、食いついてくれるんですよ。で切れる方は別なんですけども、120の方が、スイングの効率が良くなります。まあ、テニススクールのレベルで、そうですね、中上級上級ぐらいの方でもこの120ですね。でまあ切れる方はまあ別なんですけどね、1週間ぐらいで、まあ、1ヶ月ぐらい持つんであれば全然僕はツアーバイトですね120をこちら使っていった方がいいと思います。むしろあとジュニアで結構打てる、まだ大きくなりすぎてない、それでパチパチパチよりガットの切れない選手の子には120ですね。ボールを潰す感覚を一番身につけるのにはいいストリングだと思いますので、まあ、ハイパー G とそのツアーバイトですね、ここら辺って結構こうなんだろう、うまくこう使い分けていくと、特にそれハイパー G ってねディフェンシブになっちゃうんですね、試合に出てる子とかで。でカウンターショットとかいいんですけど、ディフェンスでこうポーンって飛んでいくから、感覚身につけるんだったらツアーバイトでガッツリねしっかりここをこうねバチンってこう当てていきたいので、僕はある程度までいったらツアーバイトを進めるようにしています。どんどんいきましょう。はい、次8番目はやはり王道、はい、RPM ブラストですね。まあねテニスクールさんだと場合は、ね、男性の方でね結構スイングがねバンってねこう腕力とかでも飛ばせる方もいらっしゃいますし、ね、本当にお上手な方もねいらっしゃいますし、まあ、ジュニアで結構中学生の、ね、終わりとか高校生ぐらいになってくると、もうものすごいボールを打てる子をね
下手すりゃコーチより、ね、いいボール打つんじゃないかってこう一般のテニススクールでも多いと思いますね。まあ、そういった時にブラストがあるといいかなと。まあ、ブラストはまあ僕は 1-2-5 を進めるんで、まあ、1-2-5 を置いておくかな。 1-3-0 ってね結構、まあ、頻繁に切れる人は別なんですが、他の人使うと腕痛めたりとかするし、あのスイングロスつながるんですね。効率が悪くなるので僕の中ではブラストの 1-2-5 をね、もちろん 1-3-0 あった方がいいと思うんですけども、まあ、1-2-0 はちょっと別物になってくるので感覚が、僕の中では 1-2-5 置くようにしてます。で9つ目、まあ、9つ目ですね、そのね同じ八角形でいつもお話してますけど、ブラストが硬いって感じた方ですね、もうちょっとこうパワーが欲しいって感じた方は、はい、ヨネックスさんのレブですね、こちらおすすめするようにしてますね。ヨネックスさんレブですね、テンション維持率も、ね、結構高くて、でブラストよりも長持ちしてくれる感じもありますし、やっぱりこうブラストをしっかり使っていくには相当しっかりね、ちゃんとしたスイングをしていかないとダメなので、そういった意味ではね、ここ球のね、例えば打点が近くで球の重さ感じたりとか、こ うまくねこう真ん中に当てられない時に腕への負担が大きい方レブ使っていかれると、良いと思います。やっぱりこうアスリートレベルでも使っていけるストリングになってきますね。まあ、ブラストレブ、これはねさっきのハイパー G とツアーバイトみたいな形でこ うまくねこう変えていってみたりとか試してみるとすごく、良いと思います。で最後ですね。で最後、まあ、あの八角形、五角形、八角形ってきたので、まあ、何がいいかなと思っていろいろと迷ったんですけど、ここまで来るとやっぱりこうポリのねユーザーっていうのはしっかりスイングができる方が多くなってきますので、まあ、悩んだ結果10個目に置くとしたら、僕今一押しのヘッドさんのリンクスです。でも伸縮性がねこう伸縮率が結構ね高くて、結構ボールに対してのこのバチンっていう感じが強くなってくるので、まあ、ボールをしっかり潰したいとかボックス形状のラケットとか、まあ、スイングがとにかく速くなってきた人にこちらをですね、あとスイングを速くしていきたい方に進めていくのがこのヘッドさんの、リンクス、個人的にはいいのかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。まあね、あの専門店さんみたいに、ね、取り扱いが多いっていうのが一番の理想なんですけども、まあ、テニススクールさんね、やっぱ、ね、送っとね、本当に在庫管理大変だったりとかね、していくので、まあ、そういった感じでね大きいところになればね上から全部こう降りてくるので、それが本当大変なんですよね。僕もあの大きいところに、所属してたことありましたけども、まあ商品担当のコーチ本当に大変でしたね。なんかこれをだってブラスト入れるのにかなり時間かかってましたからね。もう当時ブラストが流行ってたんですけど、といった形でねいろんな理由があって、まあ、だから単点に置ける、まあ、あとは安いストリングはあまりたくさん貼られない。今ご紹介してるようなのはいいんですけど、たまになんかそのガット、どこのガットとか、それめちゃめちゃネットで安く売られてるよねっていうのを貼られる方いらっしゃるので、あ、ネットで安く売られても通常のが高いものであればいいんですけど、ちゃんとした値段だったらいいんですけど、そもそもそれ安いものを高くで貼られてるよねっていうストリングで結構見受けることが実はありますので、そこら辺ですね、ご自身のストリング照らし合わせてみてください。はい、といった形でですね、テニススクールに置くストリングベスト10というか、まあベスト10か、ベスト10でした。はい、ではまたよろしければチャンネル登録、購入ボタン、ご意見ご感想ご要望お待ちしております。では今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。